ホナタン・ペレーラ・ロドリゲスは、スペイン・ガリシア州、B5 出身のサッカー選手、AD ・アルコルコン所属。ポジションは FW。ビジャレアル CF の下部組織出身であり、2004から05シーズンには、セグンダ・ディビジョン B のビジャレアル CFB で30得点を、2005から06シーズンは21得点を挙げた。2006年10月21日、 レバンテ UD 戦で途中出場してトップチームデビューし出場後2分で初得点を挙げた2006から07シーズンはリーグ戦4試合に出場した2007から08シーズンにはセグンダディビシオンのラシンフェロルにレンタル移籍し背番号10を与えられて11得点を記録したがガリシア州のクラブはセグンダディビシオン B に降格した 2008年7月にビジャレアル c f に復帰し、2013年までの契約延長を果たしたが、2008から09シーズンはプリメーラディビシオンのラシンサンタンデールにレンタル移籍した。9月13日、カンプノーで行われた FC バルセロナ戦で77分に同点ゴールを決めた。同シーズンは途中出場が多かったが充実したシーズンを送り、 リーグ戦では32試合に出場して5得点を上げたほか、UEFA カップでは5試合に出場して2得点した。U-17 スペイン代表、U-20 スペイン代表の経験があり、2009年には U-21 スペイン代表に初選出されて3試合に出場した。同年夏にビジャレアル c f に復帰し、プレシーズンマッチでは7得点を上げたが、 2009から10シーズン前半戦はほとんど出場機会がなかった。2010年1月中旬にセグンダ・ディビシオンのレアルベティスと5年契約を結んだ。1月31日のコレドバシー F 戦でデビューし、移籍後初得点となる決勝点を挙げた。2013年1月、セグンダ・ディビシオンのビジャレアルに移籍した。2015年1月1日、 セグンダディビシオンのレアルバリアドリードにシーズン終了まで期限付き移籍することが決定した。ありがとうございます。